変身ベルト。変身ベルトは本項目では仮面ライダーシリーズを中心にについて記述する。変身ブームのきっかけとなった1971年の仮面ライダーの関連商品の一つとして、高徳と椅子から劇中のヒーロー、仮面ライダーが腰に巻いているベルトを模した玩具が発売された。だが、高徳製のベルトはギミックのない風車だけが取り付けられているものや、 角度によって絵が変わるプレートがはめ込まれているもので、あまり話題にはならなかった。当時ポピーの取締役を務めていた杉浦交渉は子供に高特性ベルトを買い与えたが、テレビと違って光らないし回らないからダメだという反応が返ってきた。そこで杉浦は知人の試作屋に頼んでベルトの風車をモーターで回転するように改造してもらうと杉浦の子は喜び。 ベルトを友人に見せて回ったところ、その親たちから杉浦のもとに、そのベルトはどこに行けば買えるのかという問い合わせの電話がかかってきた。手応えを感じた杉浦交渉は、東映に光って回るベルトの商品を1000円で販売したいと相談した。この価格は他社製品と競合しないように考慮されたものだったが、東映は 当時の玩具としては相当な高額である1500円を主張した。設立間もないポピーにとっては、賭けのような価格設定だったが、発売された、光る、回る。変身ベルトは、テレビと同じトいコンセプトが功を奏しヒット商品となった。パッケージに、このベルトはライダーに変身するときに使われているものと同じですと記された。光る、回る。 変身ベルトは1971年からの約2年で380万個を売り上げた。以降も仮面ライダーシリーズのベルトガングは作品ごとの特徴に合わせて様々なギミックを取り入れながら1975年の仮面ライダーストロンガーの光る回る S ベルト電光エレクトラーまで続いた。同時期放送の超人バロム一人造人間機械だ。 稲妻ズ稲妻カイなどの商品も発売されたが、変身プロセスが違うために、仮面ライダーシリーズとはギミックが異なる。とはいえ、光る。回る。変身ベルトの影響力は大きく、テレビ本編では、光も回りもしない、人造人間、機械ダーのベルトまでが、高特性玩具では光って回るようになっている。変身ブーム収束後、 ベルトを用いる変身ヒーロー作品は実質的に仮面ライダーシリーズだけとなった。そのライダーシリーズの展開も断続的になっており、変身ベルト玩具はテレビ放映に合わせて市場への登場と撤退を繰り返している。1980年の仮面ライダースーパー1の光る回る電動変身ベルトは事実上、ポピーブランド最後の変身ベルトであり、 以降のベルト玩具は、バンンダイブランドが中心となる。1987年の仮面ライダーブラックのテレビパワー DX 変身ベルトはテレビ本編の変身や必殺技発動シーンの映像に組み込まれた特殊な先行パカパカにセンサーが緩和しベルトのランプや風車が作動するというインタラクティブトイであるテレビと連動しなくてもスイッチでギミックを作動できる 他、テレビパワーに反応する他の玩具に光信号を送ることが切る。しかしこのギミックは、ブラック1作品のみで後には続かず、翌1988年の仮面ライダーブラック RX のアクションコントロール DX 変身ベルトでは腕に付けるブレスレット型アイテムリストビットを振ることで、発する起動電波を受けて作動するという別のギミックが取り入れられている。 平成仮面ライダーシリーズが開始すると変身ベルト玩具もまた復活した。2000年の仮面ライダー空ーガのソニックウェーブ DX 変身ベルトはステレオ放送が一般的になったテレビ放送に合わせてスピーカーを2個搭載しそれ以前のサウンド玩具に比べてテレビ本編の音との連動がより親密になっている。さらにテレビ本編でのヒーローのパワーアップに合わせて ベルトもまた中盤以降に発売されたライジングパワーセットとの組み合わせによってギミックが強化。以後の商品展開の一年の流れを基本付けた。2002年の仮面ライダー竜巻はキャラクターデザインが従来作から大きく変化し、ベルトは作品世界をより直接的に表現するようになった。別うのカードを読み取って音声を発する主要玩具が、 リューメ式コードラグバイザーになったため、変身ベルト V バックルは発想を一新して劇中で使用するアドベントカードを収納するトレ機能、カードデッキを持たされた。2003年の仮面ライダー555のベルトは、変身ベルト d x ファイズドライバーをはじめとして、携帯電話玩具と組み合わせるギミックを搭載、売り上げ100万本という大ヒット商品となった。 計算上では一人当たりベルトを2から3本購入したことになる。また別売りの武器玩具を側面や後部に接続して装備状態を再現する方式も本格化した。2005年の仮面ライダー狂気の変身アイテムは変身音差音楽であり、ベルト玩具 DX 音撃棒セットには太鼓遊びのギミックが組み込まれている。しかし太鼓は 知名度が高くても子供の憧れの対象にはならず、売り上げは低迷。バンダイボーイズトイ事業部の高橋秀幸は、主役ライダーで、ベルト以外の道具を変身アイテムにしたこともありまが、あまり良い結果ではなかったと述べている。2006年には、仮面ライダー生誕35周年を記念して、大人向け変身ベルト玩具、コンプリートセレクションシリーズ、通称、 コンセレの第1弾、仮面ライダー新1号変身ベルトが発売された。価格は3万1500円で、子供向け玩具に比べると、サイズや造形を撮影プロップに近づけた本格的な仕様であり、普段は玩具を購入しない層も含めた大人のファンから高い評価を得た。2008年の仮面ライダー秋葉では、主人公の相棒モンスター、キバットバット3を組み込んだ。 変身ベルトフェッスする DX キバットバットが発売。初のキャラクターが付加されたベルトとなった。この頃がライダー玩具の転換期であり、隆起のようにタイテムにそれることなく、変身ベルトを主要玩具とする路線が明確になる。また、従来の光と音に加えて、キャラクターの声も玩具のギミックのテーマとされるようになった。ベルト本体にホームチェンジや、 強化変身用のミニアイテムを装填することで様々な音声や光が発動するギミックが定着する。ミニアイテムは収集力を刺激することもあって変身ベルト玩具は大きな人気を得ている。なおギミックは劇中のヒーローが使用するものと全く同じであることを基本コンセプトとして開発れているが主役ライダーのベルトを テレビ番組放映開始と同時に商品を売り出す都合上、音声の収録は番組の第一話撮影よりもかなり前に行われる。2013年の仮面ライダー鎧部外務の選曲ドライバーは後発商品ゲネスドライバーのパーツを組み合わせることでさらなるギミックが発動する。変身ベルト同士の合体は仮面ライダー史上初の試みである。 同じく2013年より、上記コンプリートセレクション派生商品として、塗装や、収録音声などを、グレードアップしつつ、DX 変身アイテムの金型を流用することで、価格を抑えた、コンプリートセレクションモディフィケーション、コンプリートセレクションモディフィケーション、CSM が展開され、プレミアムバンダイ、受注商品として販売されるようになっている。2014年の、 仮面ライダードライブの2号ライダーマッハと3号ライダーチェイサーが共通して使用する変身ベルト、マッハドライバー円のガング売上げが好調だったことを踏まえ、翌2015年の仮面ライダーゴーストでは1号ライダーゴーストと2号ライダースペクターの変身ベルトを共通のものとした。この判断は大成功でガング変身ベルト DX ゴーストドライバーは 日本おもちゃ大賞2016にて、前年度ヒットセールス賞を受賞するに至った。また、ゴーストの強化形態である、グレートフル魂の登場にあたっては、キーアイテムでパワーアップするのではなく、専用のベルト、アイコンドライバージーを用いる形式にした。こちらも、商業的には大きな成果を達成したものの、関係者が次の作品で同じことはできないと語るように、 かなり挑戦的な試みであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。